さんビデオ講座出してる、うん、合宿ですよ、ね、おお急にハイレベルな来た合宿？じゃあ、止まるの止まり？あ、ちょってなりますよ、ね、ライブ中来たこんにちは。で、誰かがあの拡散してください、これ。すいません。送ります。よかった、スマホにだよ。すげえ。こういえばそうだった。エスカーさん、こんばんは。すごい。もうちょっと話せれんの？あ、シンスさんだ。静岡の。こんばんは。シンスさん、この前はありがとうございました。シンスさん、ここに来たことあるんです。あの、オズポケのやつですか？そうですね。あー、そうか。オズポケミッションは終わったんですか？あと、死んでる。あ、なんでもいい。今、これめっちゃ心の声が出ちゃっただけだ。iPad 欲しい。なんで聞こえたんだろう。無意識で言ってる。ラピータさん、今ね、お子さんに iPad がいい。そう、取られちゃったから。あ、そうなんですか。割れた iPad Air しかないですよ。下の持つ、そうね、エアー初代ですか？エアー2かな。エアー2、うん、全然スペック的にはいいですけど、ね、エアー2ならまだいける、ま、戦える。 iPad Pro が今あれですよね、お子さんに。そうあー、プロを使えるのに。あのキーボードもついて、ペンシル、アップルペンシルもついて、すげえフルセット、フルセットで取られました。おお、これを共有で。コードにも、あ、そこディスコードに貼るか。あ、でも塚さん貼ってくれてるんですか。うん、貼りました。いやー、フジエラスタジオ最高、ほんと。お、嬉しい。居心地が良すぎる。うん、ついつい、ね、長いのしちゃいます。あ、素晴らしい、素晴らしい。すごい、すごい、ちゃんなメントが。あ、これだけだ、今日とかできたんですけどね。これはあれじゃん、乾杯の後でしないと。あそこの何でしょう、乾杯ピチカさん風に あれ飲んじゃったやつなんか家で来て。もう一回やるか、練習するか。いやトリートメント、トリートメント。これでも本当この人数5人でも余裕で入るっていうのがすごいです。あ、チャーリーさんも、チャーリーさん、シグレさんも来てくる。おー、嬉しい。シグレさんはソウルメイトだから。もうほとんどね。そうだね、5人で入って、しかも照明もちゃんとこう入るのが素晴らしい。そう、こっち、この、うん、なんだ、
こっちさんにあれですね、自撮り T、 自撮りマン T シャツ、あ、ちょっとお疲れさん真っ白だな、見えてるか、あ、見えてる、見えてる、あと何色もないか、茶色、茶色ないかもしれない、茶色とグレー、うん、カメラ調整で、それでみんな入る、チャリさんが今度チャリで遊びに来てくれるらしいです、一部嘘ですかね、チャリはね、一部嘘って書いてる、一部嘘、チャリで来た、チャリじゃない徒歩かもしれない、ウォーキングで、ウォーキング、車に自転車積んで、あ、レンゲージまで来てチャリで来る、見えなくしといた、これでこっから改造するのが壁、壁の こことここ、うん、主な撮影場所が向こう側になるんです、こう向こうに向かってこう撮るんですよね、こっから撮った時の壁を白くしてって感じですか、塗るんですよ、うん、初め下地塗って、うん、で今度上にまたちゃんと白いの塗っ て、 ってだからこれ全部どかさないでくださいゴールデンウィークじゃないですか、うわこれ荷物どかすのちょっと骨折れますね、マンパワーが必要ですよね、だって割とそのテーブルとかしっかりしてるから重いじゃないですかね、うん、あれあれでもこの棚はもう動かせないんで、そうとりあえずこのプラモデルとか戻すとか、うん、雨が強い、雨が強い、うん、あ、よかったですね、いいタイミングで書きました、うんうん、でもそっか、風が白になったらその反射して明るくなるからいいかもしれない、そう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 、そういう思惑もある、うん、はい、ついに藤枝スタジオからライブ配信、藤枝スタジオこれやべえな、お決まり絶対眠いっす、うん、もうなんか爽やか2皿食べたんでお決まり 1.5 個も 1.5 個 1.5 人で食べて 450g ぐらい食ってる、1個300、確かそれぐらい、うん、よかった、どうした、帰りは寝る、いや寝るんですよ、息も寝てたけどね、うん、あれまだある、6個爽やか会計時にあの、うん、最初に対応してくれたあのおばちゃんがまた来て、うん、いや本当にありがとうございます。どうでしたか？って美味しかったです。ありがとうございます。また来てくださいね。ありがとうございました。あのおばちゃん最高でしたね。めっちゃ優しかった。優しかった。あの中まで入らせて、撮らせてくれたまま。レジの裏まで。あそこまで入って撮った人は初めて見ました、ね。ああ、げんこつバーガーもそう。ね、あ、そう話してたんですよ。げんこつバーガーの存在を。うん。バーガー絶対うまいっすね、なかなかね、我々もげんこつバーガーチャレンジしたことないから、あ、そうですか、結局げんこつハンバーグ食べた、バーガー食べたんですか、あんだけ定番の、いやでもなんかああいう 店で食べ物屋で撮ってたらなんかこう嫌な顔されるかなって思ったらね、わざわざ注文どうぞどうぞそうそうそうえっていいんですかって、あ、どうぞ撮ってくださいって普通やん、これ普通だったらなんかね中は映さないでくださいとかね、そうそうそう、 もしくはね、あのバタバタしてるからちょっと邪魔やんって思うのに入っていいですよって、うそお、竹堂さんお先に、お先に来ましたんで、竹堂さん、お疲れ様です、お疲れ様です、次は、あれですね、トワさんと、おかゆさんと、竹堂さん、デデさんも、あ、そう、デデさんとデデさん、デデくん、デデくんも、デデくん、ちゃんちゃん、ちゃんちゃん、ちゃんちゃん、良かったな、壁塗ったらもうほぼ完成です、壁塗って光きて、あとは壁に合わせて照明ですか、うん、上の照明がアリ合わせのやつで適当に作ったやつの、そう、あのいっぱいなんかキノコみたいに入ってるのは、うん、どチャコレートちゃんの方が悪いんで、これ明るいですよね、そう、これ明るいのがいいんじゃない、あれがあれですよ、前ぶっ壊された倉庫のにあった、はい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 、それを持ってきて一気に行くっていう、
で照明余ってるやつがあるから、うん、これ使ってまあいいんじゃないか。でもなんか光の具合で言ったら今でも相当明るいと思いますけど、ね、明るいです明るいです。ですよね。光源何個あるんだってですよね。こんだけあれば取れますよね。声は拾えてんのか。これ聞こえてるんですか。聞こえますか。多分聞こえてるような気はしないのね。オッケーってきた。チャーリーさん。オッケーですか。ありがとうございます。でもインカメラすごいですね。あとはここ反響しちゃうから、え？音響をどうしようか。スポンジ貼ります。スポンジあります？いいじゃないですか。音響あのね防音室であるようななんかこう波が出るやつ。無念ですね。それで。あのドリキンさんに、うん、じゃ あのショットガンマイクがスタジオでいいんじゃないかと上原さんも来てくれて言われてたんですよ。でもう逆にこの反響を含めて、うん、なんか倉庫っぽい雰囲気も出るから、うん、それはそれでいいんじゃないかっていう意見もあったり、うん、なるほどね。いいなぁ。あとは勝手にあのどんどん進化してくれて何も言わずに親父がどんどん進化してくれてこのここの扉が最初なかったんですよ。で、俺とマイナープレスキーがいた時に寒かったからつってこのキルティングを無理やりここに垂らして、そうそうそう、壁にしてた。カーテンみたいにしてた。で、次帰ってきたら磯村がこれができた。すごいですよね。ちょっと俺も合鍵もらわないと。まだ早いから。1回しか来てない。なんかあのその壁のあの廃材を使ったやつはもともとできてたんです。それも全部コミンで新しくできたんです。新しくできたんです。これいらない足場板もらってきてそれ、うん、足場板電気自走庫に余ってて、ね、それもらってきて切って、いやようできてるなこれ。お、慶三さんも来た。お、慶三さん。チワチワ。慶三さん6400使ってますか。あ、そうネットワーク LTE なんですよ。まだここネット来てないの。ネットワーク LTE。そうそう。しかも MVNO だから細いです。あ、まあ、あとはどんどん趣味のものを増やして、うん、勝手に上げて持ってって、うん、すごいですよね。あのターンテーブルみたいにあれがいら邪魔だなってこっちに置いてもらって帰る。ターンテーブルね。ターンテーブル、ターンテーブルですね。を使ってますか。高田のババがDJ ブースになってる。そうそうそう。これダンテーブル。今回のミュージックビデオおつかひしょ、あ、違う、どっちですか。ちゃんなおしょ、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 ミュージックビデオ、ちゃんなおしょ。なんとかあの、ね、動かすところ、まずあれですよ、ちゃんと接続して動かすところまで持ってかなきゃいけないから、ちょっと USB ケーブルもこれないから。そうですよね、これ USB ケーブルでしょ。なんか台形っぽいですね、変なタイプのやつ。あ、ありましたね。ちょっとありがたく使わせていただきます。ね、あ、なんかサンフランシスコのドリキン。あ、ドリキンさんだ。いい感じすぎる。あ、ドリキンさん。ドリキンさんこれやばいですよ、マジで。マジでやばい。うん、これでもすごいちゃんとなったらドリキンさんすげえいいなって思う。23。超絶快適なレーザーブレードを15インチでライブ見ると快適だな。そっちのいい感じ。ちょっとドヤ入ってた。そっちじゃないす。すげえドヤ。マネージャー言わなくていいです。俺のは。俺のノート PC はまだ。MSI。MSI 最高です。初めて喋ったこと。MSI。ここら辺があのフィルターで。あ、こもらしたらできる。これ Q フィルターでローをカットして、うん、それでつなげて徐々にローを上げていく。うーわ、奥深そう。ここら辺あの好きな音がする。Q を入れられるんで、キックとかなんかそういうの。ババンババンみたいなサイレントやつですね。であの動画の誰かの笑い声とか切り出してクロスとって言ったりとか、トワさんの声とか入れたりして、これポッ松浦さんの笑った声欲しいなら僕収録しています。松浦コーヒーの10パターンぐらい面白めっちゃ撮っ
そんなバリエーションあったんだ。ちょっとそういうほらみんな時代は RTX 搭載ノート。マジか。一ノ瀬さんもエアロ15でライブ見るのも快適だよ。みんなドヤが、逆ドヤが。ぜひ手元カメラでターンテーブル解説してほしい。シンスさんが、RTX パイオニアの DDJ SB2、パイオニアの DJ の3万円ぐらいのクラスのやつです、うん、初級モデル、初級モデル、エントリーモデルです。これがテンポで、テンポ、これであの BPM まで幅を取る技術。でこのキーロックするとテンポ変えても、うん、RTX マジか、ボーカルのキーなんかラップトップに RTX だもん。すごいっすね。すごいですよね、そういうのできるって。音楽、そう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 、テンポ変えてもキーが変わらないってどういう仕組みでやってんだって。限界はありますけど、それでも全然違和感ないですからね。また、あの、自宅に持って帰って奥さんがどういう顔するか楽しみ。何それ、もうミュージックビデオの賞でもらったんだ。お疲れ賞なんだよ。ええ、チャンノース。あ、違う、チャンノース、チャンノース、また間違えて。いや、あの、本当なんだけど、本当、嘘だ、嘘だですね。買ったんでしょ、つって。PC につなげたときに、この、うん、これで曲を選曲して押し込みで設定。あ、コントローラーじゃん。で、これがロードで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。え、一回トライはしたんです。一回はちゃんと使いましたよ。iPad Pro いいな、はい、今の中で iPad Pro が一番欲しいな、この中で。XPS、レーザー。俺も iPad Pro 欲しいな。iPad Pro が iPad Pro 欲しいな。いや、iPad Pro だな。くるくるの。うん。ちょ、あの、ライブ配信だのに、音、これは。見栄え、映えますね。これをキーを、うん、なんかカスタムして無理やりないじゃないですか。ブラックマジック、あ、動画編集、これでグーグルってやめろ。できるんです、それ。いじればできると思う。カラーオイルとか、そう、設定すればできそうです。これでカラターンテーブルでカラーオイルはちょっと面白すぎる。これでタイムラインこうやって前後にして、ここでカットとかの全部キュー割り当てて使えたら超面白いですよね。それはすごいいいかもしれない。うん、うん、昔ドリキンさんが PS4 のコントローラーで動画編集してたように、うん、本当やってたんですか。やってたらしいです。これでカチカチ。すげー。これでできたら超良くないですか。ここら辺で全部あの、カラグレとかの調整とかできた。すげー。お、マックスさんが、マタさんおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいですよね。マックスさん、今度はフォトウォーク行きましょう、一緒に。うん。よろしくお願いします。すごいですよ。確かに、そこに。俺も見えない。あとはレンズ、レンズ。もう藤枝通り過ぎて名古屋です。あ、一致。ああ、そうか。一ノ瀬さん、本当ライブお疲れ様でした。お疲れ様でした。もう帰ってもう一回見ない。お疲れ様でした。そうですね。綺麗なライブでした。そう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 。良かったです。さすがです。良かった。いや、良かった。でもあの時ライブ会場も全然スピーカーから音が出なくて、うん、出たのがパセラね。そう、パセラ。パセラ。あれ結構パセラの会場、そう、ライブビューイング会場。あれ来たの支配人みたいな人でしたっけ。そうですね、何回か店員さん来てくれて、ちょっと待ってください。もっと詳しいもの連れてきますって。だんだん来る人のレベルがこう上がっていく感じ。あれ結局何だったんですか。パセラ側の接続だったみたいですね。もう結局配線を諦めて、なんか直座しみたいな感じで。して後ろを開けて、なんか後ろを開けて。開けて。ハラハラしてました、こっちも。ライブするわけじゃない、見る側なのに。そう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 、見る側なりにハラハラしてました。あれもう始まる、始まるみたいな。制約各自で iPhone 見てるんですけど。ただ集まっただけで。集まっただけ。悲しいもん。よかったですね。あ、なんかケントさんの、あれですね、あの時思い出しますね。ケントさんが日本に来た時も。そうそう、ケントさんが日本に来た。あの時も音出なくて。確かに。あの時も音出なくて。そうそうそう、マイクが出なくて。そう、コンビニまで走りに行って、電池買ってくるって、電池買いに行って。トワさんにさ、あ、カバさん来た。お、ちゃんちゃん久しぶりに来た。お、イエーイ。あの対談動画以来です。
あ、そうですね。そうだ。あったあったあった。あの、何でしたっけ、マイク、なんだっけ、何の対談でしょ。あの、マイクの。あ、そうそう、マイクです。そうそう、マイクです。エテルナドリさんが。ショットガンマイクの。あれは、すげえ緊張しました。これちゃんと撮れてなかったらどうしよう。撮れてるわけ。ちゃんのがうなずく機械なんすか。あ、あいずし。話が止まらない。あいずしました。ずっとうなずいてる。おちゅんさん来た、ね、藤枝に白石さんがいる絵柄が不思議。いや、それ言ったらね、この二人は二人、まあ、そうそうね、一番遠いの沖田くんだもんね。もう300キロ以上オムニ団子で寝てただけ。ちょっとだけ仕事してたじゃないですか。あ、ラップトップ開いてた。ラップトップで、XPS で、ね、だっけ、もう諦めましたよ。ちょっと僕仕事します。何分開いたよ、10分ぐらいですね。ちょっとやって、なんか後ろでカチャ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 って音がするから、何やってんのかなと思ったら、無理だと一回寝ようと思って、で気づいたら藤枝スタジオに、ずっと寝て、ついたよ、ついたよ。そうね、だってピックアップして高速首都高乗ってもすぐ寝て、そう、寝た方がいいって寝さして、寝てなかったか、飯食ってまたすぐ寝て、一瞬起きてまた寝てみたいな、そんな感じだった。でもよかったんじゃない、結果的に。タケドンさんがドリキンさんに XT3 を売り込めて、売り込む、やべえ、プレゼンが、お姉ちゃんから。難しいっすね、あ、音、それドリキンさん撮った時と同じレンズですか。これ同じレンズ、はいはい、これだけ で、あのマイクだけ、うん、カバさんに借りて。そうそうそう、150 Mbps で撮れるんで、もうビットレートが高すぎて。 150 Mbps、 それ30フレ、30 Mbps、 サムさんも来た、すげーな。 H26、 大浜さんだ、俺の緑色ジャーマネが来てる。あのさん3枚買ってましたよね。すごいっすね。すげえな。あの動画すごいっすね。すごかった。そう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 。あの開封のね。さすがの、そう、あのリズム感が。面白かった。効果音とか完全に後から入れてて。さすがだな。そう。そうそうそう、ピッ。いろんな才能があるな。あの SD カードを返してもらいましたね。ちゃんとドリキンさん入ってますよ。あ、はいはい。対談通り。私のホルダー名、ちゃんとエテルナドリさんっていう、あのプロジェクト名で保存されてます、ね。400Mbps で撮れる。すげー。すごいな。書き込み速度間に合わない。そこまでいっちゃうと。一応行けはするんですよ。まあ、一番高いやつ買ったっすね。UHS-II Extreme Pro。これじゃないと動画データぶっ壊れるんで。すごい、びっくりしたっすね。α7 だって100メガですもんね。マックス。エテルナドリさん。そうそう、エテルナドリさん。そうですね。もう APEX やりすぎて首が痛い。首痛くなるんだ、あれ。ずっとこうやってたの、こう前に。あれ、一ノ瀬さんが俺の SD カードは邪魔だけど、うなずいてる。どういうこと。いや、昨日、うん、あのライブ配信中にこうみんなの写真撮ってて、うん、容量ゼロになっちゃった時に、うん、余ってるよって貸してもらったんですけど、それそのまま、そのカリパク。いやいやいや、次のオフ会の時にあの返します。返すって、まあ、すぐやるだろうからな。すぐやるだろうから。こいつらいつも集まってるな。5月。最近急にみんな写真にハマりだしましたよね。あれ何がきっかけですか、写真みんないきなりやっぱ撮り始めたの。やっぱフォトウォークボイドじゃないですか、ボイド。ボイド東京族の。ボイド東京族の。ボイド東京族。ボイド東京族。ボイド東京族は、沖田マネージャーと、ジンさんと、トワさん。トワさんですか。うん、そうそうそう。これは、うちらはだって青木一派です。青木一派。こんなん来てるけど、青木一派です。ずっとその話してる。誰の Vlog 派だ。誰ね、Vlog 派閥があるんだろう。チーム安井が今こう来てる。
お前は何派だって言ってたんですよ。ここを通りたければ5000円払え。すいません。青キーパーです。いや、面白かった。T3 買えなくなっちゃった。買えなくなっちゃった。え、そうなの？イッチーと久々にカメラ買う。イッチー巻き込みされてる。もうよく人巻き込みされてる。何買うんだろう。次は何すか？面白いな、なんか巻き込まれ方が。あれ、お疲れさんでも写真さ最近すげえ撮ってますよね。そう、そう、うん、このレンズ買って楽しくて楽しくて、もう一気にジンさんとトワさんとヒーのインスタン更新頻度、うん、いやすごいですもん。やばい。今日でもさっき爽やかで連れてってもらったら撮ってました、うん、ある前の可愛い前前です3、4枚撮ってクシクシクシ。あ、撮ってる撮ってるこのね、ボイドしてます。ティルトを利用してボイド藤枝出してます。ボイドしてるわ。ボイド爽やかなのかボイド藤枝かわかんない。こうなるからね。こうなるから。そうなんか見てるボイド。でもあれですよね。やっぱ動画撮る用のカメラと写真撮る用のカメラ別個で持っとかないと、ね、そうなんですよ。そうなんですよ。だいぶ難しいですね。なかなかこう、ね、カメラ写真モードから動画モードにこう変えて撮るとか、しんどいんですよ。しかもなんかログとか設定してたらそれもああそう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 設定が飛ぶんですよ、ね、で設定戻すのが楽だったから。本当にこの子たちをヒーが盗撮しました。えあ、分かった。あの前にいた子ですよね。正面に。あ、そう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 。あ、僕ねこの子はいいかなって。でも撮ってるじゃないですか、ちゃんと。いや、これ違うっすよ。キマネ撮ったら、あ、たまたま映ってた。いやいや、ちゃんとこういう写真ですから。お疲れさんのやつは、もう完全にその子しか映ってた。ボイドしてますね。ボイドしますね。ボイド、あの、ボイドどういう意味なの結局。そうそうそう。結局ボイドってどういう意味ですか。この子ですか。あ、そうそうそう、それ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 、めっちゃ撮ってるじゃないですか。ボイドだからね。ボイド何でもボイド言う。ボイドって言っとけば大丈夫です。あれ、お手元のモノクロモードで撮ってるんです。そうそうそう。あ、なるほど。あとでフィルターかけてたりとか。はい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 、モノクロで結構ね、パターンが富士いっぱいあって、スタンダードとかから始まって、うん、ビビット、アスティア、クラシッククローム、プロネガ、プロネガ、ST にって。で、ここからモノクロ、モノクロ、セティアって。はいはい、こっちも同じですよね。で、これには T3 にはこのエテルナっていう。エテルナっていう。ああ、ないけど動画用の。来た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 。どうやエテルナ。どうやどうやGSF とこれしかないから。俺と沖田君のカメラには載ってないです。そうね、30で。30入ってる。もう30も調べ尽くしたから。武藤さんがボイドって盗撮のことって。ちゃうのよね。盗撮じゃないんですよね。さっきその話は結構。いやそう、ね、盗撮じゃない。合法で芸術なんですよ。作品なんですよ。違うなんです。違うんです。違うんですよ。なんかすげえうさんくさくて。トムさんも言ってる。ボイドって言っとけばかっこいいやつ。そう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 。それなんじゃないですか。空虚なとか空いたとか。こういうあれですね。うん、空虚な、こういう空虚。教室感。エモい、エモい、エモい、エモい感じ。いやボイドはエモだった。エモだった、うん、実際、あの、そういう撮影会っていうか、勉強会みたいな。エモでした。来てる人たちはどんな感じ？でも普段から、まあ、ストリート写真って言っても、うん、例えば、いい光の中で人待ちして撮る、うん、ああなるほどね。そんな感じの人ばかりで、やっぱこう人に近づいて撮るみたいな人は多分いなかったですね。近づいて撮る、そっか。年齢的なのは多分どうだろう、30前後が一番多いですね。沖田君的なこう大学生っぽい子とかは。あ、でも何人か若い人いました。いた、はい、2人、3人ぐらい。でも受講者っていうか人数すごい少なかったよね。そう、いや12人いる中で12人か。僕とジンさんがいて、あと1人
ヒラピーの人がいたんですよ。ああ、おう、ブルドーミンじゃねそう、ヒラピー何かと思ったなんか Z さんつながりらしいですけど、あ、本当にグルドーミンだったんだ。いや、グルミンじゃなくて、うん、普通にジェットさんのリスナー、うん、あー、うん、ジェットさんの有名ですか。ジェットさんボイドなんですか。こんばんは。ジェットさんボイドなのかな。ジェットさん風景とか撮ってるから、ね、うん、風景か奥さんか、うん、ボイド奥さん、ボイド奥さん、ボイド奥さん、でもボイドですもうポートレートで人撮ったらボイドさん。だんだんあの言葉の価値観が下がっていく。定義が、ちょっと定義がね、どんどん広く。ボイドで。面白いね。でまた参加するの？したいですね。次もあれば。あれでも結構な値段ですよね。あ、お金が一応、お金と参加費が、はい、そうそうそう。あ、高くはないんでしょうけど、うん、学生、まあそうですね、そうっすね、そうそう、ごめん、いらんこと言わんとこ。あ、ゆまさんもちょっとね、数ヶ月前はね、そうっすね、大義名目。いや、ゆまさんもあ、ゆまさんだ、ボイド系ですよね。ゆまさん、そう、GR3、 そう、ボイドゆまさん、そうだ、 GR3 購入おめでとうございます。おめでとうございます。散財、祝散財、祝散財。いいな、いい買い物しましたね。そんな GR3 最近すごい買ってますね。そうですね、飛ぶように売れてる、うん、ね、飛ぶように売れてる、ね、評判いいですもんね。実際コンパクトだし、ボディもね、黒でかっこいいから、うん、まあ、いいんでしょうね。 CP プラスで触ればよかったな。ほんとこう、グリープをつけて一眼で動画撮って、うん、じゃあスチルはってあれだくらいだったら、ほんとちっちゃくていいですよね。いいですよね、そう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 、スッと出して、サッと撮れて。いや、そうだよな。ボイド、ボイド GR です。シュレさん、そう、写真用のカメラ欲しいみたいなことを言ってましたよね。そうなんですよ。なんか娘さんのコンデジかなって。今日それを持ってこようって思って、はい、うっかりしてたんですよね。バッテリーが。ミクシーでした。そう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 。ちょっと撮るのに iPhone じゃないやつって思ったけど、でも iPhone 普通に綺麗だからもうそれでもいいかなっていう気がしないでもない。うん、結局なんかあの、動画とは別でスチル用って撮ってもすぐなんかグルドにあげようとか、うん、あのディスコードであげようってなったら、じゃあ一時 iPhone に飛ばして、うん、そうですね、じゃあ iPhone でいいんじゃないかみたいな気にはなっちゃうんですよ、ね、iPhone でボイドはできないんですか。いや、SE フォトグラファー。確かに、いた。いた。iPhone SE フォトグラファー。ずっと頑張ってたじゃない。いたな。昨日も2時間に突如現れた。ボイドとはそれが。いた、確かに。SE フォトグラファーいいですね。こうやって、こうやってなんか撮ってたじゃん。あれ、お疲れさんとかそれ、写真撮ったら、あの、どうやってディスコットがグルドに飛ばしてるの？ああ、もうね、完全にこの Wi-Fi で飛ばして。ああ、そういうこと。で、なんですけど、その富士の iPhone アプリっていうんですか、うん、出来があんま良くなくて。ああ、そう。で、やっぱピーターさんみたいに、ライトニングの SD のやつで、うん、SD カード抜いて、もう直出しで転送した方が絶対早いから、もう今度は買おうって言って。あれいいっす。全然パソコンに取り込んでるとかも一切しない。ピーターさんはそれでやってんの？そうそう、前ですよ。常に逆にあれが欲しいんですよ。 iPad Pro が USB-C になったから、 USB-C ケーブルで直出して使えるから。認識もするんですよ。いやー、するんじゃないですか。いや、するするする。うーん、そしたら超楽ですよ。これが便利ですね。これ持たなくていい。あ、これ、うん、それが一番だなって。あ、この SD カードを刺される。そんぐらい気楽に写真撮りたい。どうだろう、うん、ピータさん、なんかこの手のやついっぱい持ってないですか。持ってますよ。何個入れます？これちゃんとほら、iPhone と。あ、これ iPhone。これライトニングでしょ。あの、HDMI が、HDMI と。すげえ。で、これほら、これは Type-C。Type-C の。あ、USB と HDMI。そうそう。で、これが、Type-C の VGA のプロジェクターのやつ。仕事で使ってんすね。そうそう。これ。先っちょ全部一緒だから、4つ出てきたよ。で、これがほら、安井さんと同じさん。お、あ、ほんとだ、ほんとだ。チームやすい。そう、これ、いや、違う違う、俺は青木一派ですから。プレーの力が違う。ここまでやって。ここまでやって、青木一派。
俺すごいな。確かにすごい。帽子だけドリキンさんと一緒とかですね。カバさんが白石さんに質問で、和田さんこれ内緒なんですけど、はい、ブラックマジックだったらまた広角レンズ買うんですか。いやー広角かなって思うんですけどね。今日っていうか、まあ、お疲れさんに今日見せてもらった感触だと88はいいかなと思ってるけど、うん、そうでさっきちょっと話したんですけど、ドリキンさんがおすすめするレンズ結構あったから、ワタさんのブラックマジックとリズさんのブラックマジックには違うレンズをお互いつけた方が、うんうん、つけたとか買った方が面白いんじゃないかって話をしてました。これ内緒なんですけど、内緒そうそう、内緒全然ここで書いておいて、めちゃめちゃパブリックじゃないですか、これ。代々木に iPad Pro 余ってるらしい。え、ヤスさんか、あ、そう、ヤスさん開けてないって言ってた。え、そうなんだ。代々木の開けてないはい、もったいな。マジかー、すごいですね。そっか、代々木って安いか。行こうか。え、時に行こうか。帰りに行く。帰りに。バリン使ってあげるから。開けときますよ。開けときます。ハイドリングがあるね。そうそうそう。ピーターさん、昨日の荷物のまんまですよね。あ、パソコンだけ置いてきましたけどね。あとはケーブル類はね。ケーブル類は入れっぱなしで。あ、レンズも置いてきたか。レンズも。入れっぱなしです。いや昨日面白かったな、ケーブルとか全然出てくるから。ドラえもん。そう誰かに聞くと。誰かに聞くと何かのケーブルが出てくる。自分のノートパソコンをプロジェクターに繋いでて、ノートパソコン多分6時間ぐらいいたんですかね。カラオケ5時間。5時間。5時間ぐらいで、ね、ずっと YouTube 流してるから、うん、バッテリーがさすがに減ってきて、Mac の AC アダプターある人とか、はいはいみたいな。そうそうそう。あとユージさんが出てくる。そうそうそう。すごいなみんな。すぐ出てくる。何でも出てくる。僕もあの YouTube ライブやってた時に、あの長尾さんって方から、あの Wi-Fi ルーターの、その Wi-Fi 自体を借りてた。ああ、人の Wi-Fi です。そうだったっ。Wi-Fi ある人おったら入ってた。すいませんって。なんか一応あの YouTube パブリックビングしようって言ってたんで、はい、そっちの Wi-Fi は使わないように渡すのが気を使ってたくれたみたいで。偉いな。そうそう、偉いです。いや、コムとあれかなと思って。意識高い。意識だ。ブルドミ意識だ。Wi-Fi の分配まで。そう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 。配信用と、そう、ビューイング用。回線困らないよね。そう。偉いな。さすがですね。あれでも、あの、パセラの中で、Wi-Fi 普通につなげてた人っていたんですか？どうですかね。そういうのがあった。こうなんですか？僕、つなげました。つなげた。この椅子が気持ちよい。このゆらゆら椅子いいっすよ。結構いい椅子ですよ。でもすげえ安く買ったんですよ。裏に多分書いてたんですよ。なんだっけ、あの書いてない。書いてない。書いてない。なんか有名な。そう、有名なあれ。有名なあれ。いい椅子みたいなやつ。椅子といえばあの人みたいな。出てこない。これで誰か教えてくれるやつ。マスターあたりは。あれな。よく見るやつ。よく見るやつ。これでも、LG でも綺麗ですね、自分。うん。そのくらい。いや、やっぱ、あの照明あるから、あれですよ。あの綺麗に撮るっていうのは大きいんだ。名古屋のスタジオ作ったらみんな来てね。行きます、行きます。一ノ瀬スタジオ。一ノ瀬スタジオ。一ノ瀬スタジオ。あ、英子さん来た。こんばんは。こんばんは。一ノ瀬スタジオ？一ノ瀬さんもなんか倉庫かなんか、シャクシャクみたいのがあるから、そこを作ろうかなとか。ガレージですね。やり放題じゃないですか。ライブやりたい。もうどんちゃんスタイルです。一ノ瀬さんのそこはどれぐらいの広さかわかんないですけど、バーベキューとかもするんじゃないですか。多分ドローン飛ばしてもらう。やりたい放題の具合がライブじゃないところにもうバーベキューしようぜ。バーベキューコーナーとテントとか持ってって、はい、ちょっとこのテント離して寝させてください。キャンプ遠出する人は一回そこで、山口帰ると一回そこを中継で泊まって一泊してみる。
ですね。いや山口スタジオもなんとかしたいけどな。全国にスタジオできますね。あとは鹿児島スタジオ、九州勢、南阿蘇、鹿児島スタジオ、九州勢。栃木はスタジオできそう。いや、こんないいところないです。こんないいところない。これは特別ですよ。なかなかね。あ、ダルイモさん来た。お、ダルイモさん。こんにちは。こんにちは。ドリマンティ。ダルイモさん。ドリマンティ。自撮りマン、自撮りマン、自撮りマン、自撮りマン。エイコさんも持ってます。おう、マジですか。買ってますよね。買ってた。確か買ってた気がする。チーム安いな。そう、どんどんと勢力を伸ばして。どんぐらい作ったか分かんないけど、本当にオンラインで売り切れになってて。うん、そうそう、買ったよ。そう、すごい。そう、すごいなって。なんかもう S、なんかの S だけ残ってましたね。うんうんうん、昨日のバックスペースのあのスイープショーやったの手ぬぐいあるじゃないですか。ああ、はいはい、はいはい、手ぬぐいグッズいいなと思いましたね。そう、白石さんのライブで、うん、そう、手ぬぐいいい感じだな。手ぬぐいは結構いいなと思った。なんかああいうの作りたい。わた手ぬぐい、わた手ぬぐい、わたックス、わたックス手ぬぐい、 W しか書いてなかったXX すっげーシンプルな。何したら前いや、ほんとここ居心地がいいからな。5人はいる。あ、でもやっぱあんぐらいカメラを離せばいけるんですよね。2人入ってますね。うん、うん、iPhone でもってことですよね。ちょうど結構離れてるから iPhone がいいカメラ。これ向こうが映したら結構ね、すごいすごいからね。うん、完全に向こうはもう一人の自撮り用で、こっちが階段スペース。階段スペース。すごいですね。なんで階段スペースと自撮りスペースがその共存できてるのがすごい。で、こう昼間だったらそこ開ければ自然光。自然光。そう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 。そう、照明がね、気持ちよかったですね。そう、良かったですよね。今日は待ってんけど、よろしくお願いします。で、こっちがなんかアウトドアスペースみたいな感じで。あ、間接照明入れてるから雰囲気が出る。何でも出てきます。これも知らない間に増設されてたんですよ。え、それ最初なかったんですよ。なんか、すごいですね。なんかもう一個レール足されそうですよね。そうですね。そう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 。拡張性ある。拡張性が。全部なんかこの鉄筋の網みたいなやつをここに貼れば全部ぶら下げられるから、うん、そうなんですよ。そうとか。あっち側のレールは全部あの鉄筋のやつにぶら下がってるだけなんで。本当にこれも固定しないでここの梁の毛の部分とかに引っ掛けてあるだけなんで、うん、でもああいう鉄筋のあの格子入れるって結構難しくないですか。もう溶接してあるんですよね、多分。多分コンクリート打つ業者に向けて売ってるようなあれを、そうですよね。ケンデポとかで買ってくるんだよ。それかもらってくるとか。一人でやってるんですか。一人でやってる。多いな。俺らが知らないところでどんどんアップグレードして。それね、気づいてもらいセミナーで喜ぶんですか、おじさんも。いや、もう作ること自体が趣味なんで。ああ、そうですか。そういうことをどんどんやっちゃうんです。この床も最初年末に、うん、いや、じゃあ大塚君とあのお前貼っとけよ休みの時にっつって、うん、まあ分かった、じゃあ帰ったら貼るわって言って帰ってきたらもう貼ったはずなんですよ。貼っちゃうあれみたいな。少しだけ貼ってあとちょっとで終わるみたいな。えっつって、貼れって言ってた気がするけどまあいいかって。待ちきれなかったんですか。待ちきれない。待ちきれない。あれって言ったら次の日はできてないともうダメなんですよ。ダメで。でも床すごいいい感じですよね、これ。ね、成長するスタジオ。ね、いや、ほんとね、成長するっていうか、なんか、拡張性が半端なくあるから。うん、ね、逆にもう、俺とかヒーがやってることは、自分らの持ち物を勝手に増やして、うん、物置みたいになってるだけっていう。そうですよね。でカメラと変わってると大丈夫かな。繋がったはず。戻ってくる。カメラ来た。来ました。よし、じゃあ入るようにカメラをいっぱい。ボイド。ボイド。何でもボイド。とりあえずボイド。ボイド。そうそうそう。ボイドって何なんだ。カメラ何なんだこれ。SD れインバルトとかそういうどういうんですかね、ボイド。コープロマスみたいな。大丈夫、こちらこれタイプ。あ、あちょっと上でしょ、一段上でしょ。マイクに見えないけど。俺
がないかな。まだ GH5 持った。あ、いいね、マウント取ってる。やばいやばい、それはもうあれですよ、渡郎さんの、うん、渡郎さんの貴族の遊び。貴族の遊び。豆ら何だよこれ。あ、戦争に負けたドイツがすごい。やった子供が、子供が刺すパワーが刺すよ。ピーごときが。いや、すげえわ。このカースト制度に。あ、頂点に行った。頂点に行った。あの、動画性能順に。動画性能順。動画です。動画のシェアさん、Vlog 向きカメラ。なんだあれですか。あ、総額100万円言ってますよね。これ半分ぐらいってるの。これでもう、これでもう100万円近くですね。すげえな。ね。すげえな。さすがに今日も爽やか行った時にね、言われましたもんね。業者、あのカメラマンさんって。いや、趣味です。ですこの中でだって一番安いのってこれですか。これが一番チープ。こんなでかいの。いや、面白い面白いね。小脇に抱えて歩いてほしいです。カメラでジェンガ怖い。いや、でもビデオマイクロつけてるとやっぱ そのプロっぽいっていうか、う業者感ね。こいつできるかありますがね。目立っちゃいますよ、ね、急に見られるふうになる、見られちゃう。素のカメラ向け見られるより威圧感がすごいですもんね。うわ、撮られてる。そうそうそう、うちの妹にも言われる。なんかプロっぽいよ。録音、これは写真じゃないですか。どうぞ。そう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 、うちの子供が言ってたな、かっこいいな、なんか YouTuber っぽいって。それいい方向に言われたんですか。いい方向だと思うんですけどね。でも YouTuber 見たことあるのかなと思って。でもなんかどっかで実際見ます、都内。いや、見ないです、見ないです。いや、ゴリゴリポクワーンつけて WhatsApp かみたいな。見たことないな。めぐみさんだけですよ。アップルストアで。そう、めぐみさんが。いいな、めぐみちゃん。めぐみさん、なんか iPhone のなんかの発売した次の日かなんか、うん、iPhone をやっぱり買いに行くとかってめぐみさんが言った時にたまたま自分も買いに行ってて、渋谷アップルストア。その頃からピーターさんめぐみチャンネルを見てたんですか。あ、見てました、見てました。あ、はい、もしかしてめぐみさんですか。いいな、いいな、うん、なんか、はい、そうそうそう。え、まあ普通な感じでした。あの、普通でしたし、うん、なんかツーショットまで撮ってくれました。撮ってますよね、前ね、うん、動画で見た感じの人でした。そう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 。へぇ、憧れの人だから。もういつらなんですか。もうだいぶ前な気がするな。 2,3 年末か。ああいう場合ってもうプライベートで来るんですかね。本当一人ですよね。じゃないですか。ほら、めぐみさん。マジだ。新山さんも撮ってもらうからね。おぉ、すげぇ、うん、光って見えないな、めぐみさん。めっちゃ反射してる。めっちゃ反射してる。うん、でも見えないですね、都内で YouTuber ね。そんなにないですね。芸能人もそんな合わないですね。芸能人、あ、そうそう、有名な YouTuber とかだったらみんなあれですもんね、家に引きこもってますね。うん、出ないですね。俺らぐらいですよ。V ローガー喜んで。そっち取りにして。もうやりたい放題です。そうそうそう。確かに。確かに、確かに。こんなにカメラ振り回してるな。いや、だって原宿とか行っても、やっぱ前も話したと思うんですけど、そのね、観光客の人でも、V ロー的なその動画撮ってる人たちも、今いないんですからね、あんまり。うん、自撮りやっぱみんな iPhone ですか。自撮りはやっぱ iPhone ですか、その外国人含めて。あ、ですね。自撮り棒でやっぱやってる人たち。あとは GoPro が多いイメージ。あ、GoPro ですね。あ、GoPro もいますね、確かに。オズポケも結構いますね。あ、うん、この間店内はオズポケ多い。そうそう、あれでしたね、なんだっけ、銀座でフォトオフ、マックスさんとかダリモさんとかした時、うん、はい、なんかアジア系の人がオズポケで撮ってました。あ、オズポケはね、あれはね、やっぱうっかりしたら盗撮になっちゃう。うん、あのお手軽さは、ね、いやー、変えられないですね。うん、触っちゃうと。そうそう、コストがどんどん下がってくる。うん、気楽に撮れることは続きやすいですよね。確かに。これは重要ですよ。
DJI があれなんですね、アクション感を出すって噂があってますね。GoPro どこ行ったかな、 GoPro、はい、GoPro、 GoPro のここに液晶がついてるんですよ、はい、だから多分こう見たら自撮りできる、最強ですよね、噂だとここに液晶が、はい、ちょっと GoPro 潰しにな、ね、すごいね、 GoPro 潰しにマジになってますよ本当に出たらドリキンさんの株が DJI かいや、そうなんですよ、上原さん、そのハウス、ソースは岡ちゃんですけど、ソースは岡ちゃん、ソースは岡ちゃん、岡ちゃんさんはどっからゲットしたの？ DJI アクションカムルーモア、噂、ああ、ルーモア、そうで、検索すると出てきます、ね、あれ、一郎さんがなんかプレミアライブ始めたの、うん、マジか、あと1分半、いつも18時やってますね、そうそうそう、岡ちゃんソースは信用できる、確かに。あ、昨日のあれじゃないですか。これ。あ、始まった始まった。そう、渋滞してる。ライブが渋滞してる。ライブ。ライブがライブ渋滞。ライブ渋滞。我々のライブの方が多分後から決まってるから。一は終わった。毎回指定してると思うから一は終わるみたいな。そう、いつも18位。もう予約もしてやそうです。あ、ドリキンさん待機中だって。ライブしながら他のプレミアを見る。素晴らしいです。二窓。これでもライブ忙しくなりますよね。ライブみんなライブしだしたら。みんなライブしだしたら本当。今が忙しいですもんね。時間かぶりしないようにしなきゃ。パソコンでもなんですけど、音を切り替えれるでしょ、シンさん。ブラウザのタブでオンオフはあるけど、なんかうまくタブ単位できないですよ。できるのかな。いや。二つとか見るときとか。手動。やっぱ手動ですよ。止めるしかないですよね。あ、確かに。そうそう、そうね、これをこっち側のライブの大きくしながらとか、そう、こっちのライブは大きくしたいとか、ミュートしたいとか、アクティブにしたら、そう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 、後ろは、ね、うん、で他のタブに移動したらそっちの音が消えるみたいな、デジタルミキサーとかでやるし、人力でやるしかないですよね。アドオンとかペーダーみたいな、あ、そう、なんか作れそうですよね。フリキンさん明日出社なのにって書いてある。ちょっと伊藤さんライブ見るか。ライブでライブを見る。ライブでライブを見る。すごい裏配信デイワン、デイワン、デイワン来たよ。全部この人した。もコメントしよう。今日一応今一ノ瀬さんのライブを見ながらライブオーディオコメンタリーみたいな。そう裏番組的な。今日の名古屋は予想最高気温16度、最低気温で晴れ時々曇りでしょう。ネットに繋がってなかったですけど、そうっす、岡ちゃんさん、ゴープロとサードパーティーめっちゃ詳しいですからね。母ちゃんいる、母ちゃん。デイワンってことは昨日おとと全泊、あれ全泊しましたっけ。いや、してないですね。全泊、当日、あ、で、あ、ここから新幹線乗ってくるってことですね。運動会日和じゃないですか。そうね、伊藤さんね、運動会だったのに来ていただいたっていう、ありがとうございます。素晴らしいね、だいぶ。めっちゃいい色だな。うん、これ何のカメラ？綺麗ですね。綺麗。仕事終わって。またかなぁ、いつもハードスケジュールですよね、一日かかるんで昨日ずっとの時は作るように来るって。あ、そうですね。え、でも名古屋から東京まで新幹線どんぐらいの2時間時間かかんないね。大阪まで2時間半とか1時間望みもありますこの時間に飯してろって。あ、そうか、フリキンさんからしてみたら深夜、深夜今なんて言います。24って感じ。あ、埋まっちゃった。今なんか苦労したと。27が前日ですね。すごいな、ボケが。今。僕のチャンネルは飯テロチャンネル。知ってます。お、豊さんこんばんは。お、こんばんは。すみません、今
一ノ瀬さんの裏返しにします。リッチーのプレミアライブライブを見ながらライブにします。なかなかいい声です。面白いな。あレイツになってる。あれ？公園からスタート。ってことは、公園に朝から来てどういう編集なの？今日はね、バックスペースエッグの。あ、ってことです。あ、これは昨日か。あ、ドリキンさんが忙しいって。ダブル2マグで見てる。見てます。ありがとうございます。それはね、東京の Wi-Fi 5の事務所。声がヘロヘロなんですけど。Wi-Fi 5さんが言い直す。ロレットの確かに疲れてる。でも分かる、あの疲れてるでしょ。だって前日すごい練習してましたもんね。ロレッツがね、謎のノイズが鳴る。そうそう。でも早くも大変でしたね。いやー、本当に。あまり眠れなさそうしかない。どうぞ。ハハ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 。結構結構11の日だらあっという間だもんね。1080にしちゃうとすぐ減っちゃいますよ。720p ぐらいでしたかな。逆にもうアイコンがないと 240p ぐらい。手がもう一本欲しい。 PC は PC 回線でいけるな。 PC どうや。 PC どうや。 PC どうや。 PC 回線どうや。やっぱ一応さ、これだけ安定してるのってやっぱ GH5 だから手ブレ補正効いてるし、うん、ああ懐かしい、この景色よく品川通りとか品川の景色ここもこうです。あ、この自分これ結構行ったぞ。これ反対側。お、松尾さんだ。松尾さんだ。コンちゃんさん。コンちゃんさん。え、終わった後ですか。お気さんでは松尾さんの T シャツ、あれ何なの？パイロットって何？パイロットもう終わった。あれ終わったの？だいぶ飛んだぞ。あれ終わったと。もうなんか撮ってる余裕はない。お疲れ様です。すごい。だから60点ですね。クリッカーがすごい CM 数が。クリッカーだけよ。クリッカーだけよ。そうですか。気づきが早いです。音声は私チャンネルで。ハハ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 ハまだ綿さんはまだブラックマジックを決めてなかった。ああ、この頃。シグマの50、そう56ミリかなって。56と、あといろいろありますよね。ゴリラポット、そうゴリポット。全部なくなりましたね。ガシャ、全員にガシャって。デーブさんが全員にインタビューしたときに使ってます。2話ですね。2話です。うん、安定の2話。コンチャさんもすごい
あれ、カート持ってます。あれもパソコンとかですか？うん。エイリアンウェアと GH4 と PCB。ブラックマジック行く流れですけど、でもここからブラックマジックに行くのってこの2時間、3時間ぐらいです、ね、うんうん、ライブしてる途中にどんどん変わってきましたよね、シライさんのライブ中で。そう、でもね、ずっとライブしながらこう一人で喋ってて、待てよって思ったんですよ、待てよ、ピコーンってフラグ立って、おかえさん来た、あ、おはようございます、白鳥おかえさん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 、白がゆ白がゆ、本当の皆さんハードディスク取りに行ったかもしれない。ちょっと行ってくる。ちょっと帰ってくる。すごいですよね。だってもう今から届けますとかって松尾さんと。あの日確かちょうど雨降ってたかなんかだったの。雨が降りそうで、そう。一番ディスコードでやるとね。あ、そうそうそう。あ、そうなんですか。だからなんかあれ松尾さん自転車で来ますみたいなこと言ったら。自転車で。なんかみんなデータが揃わないとか一部いたから、だから俺が松尾さんが今から持っていくから、かっこいい、持っていくから、そうそうそう、どこい、どこい、じゃスーパー制作進行状態です。すごかったですね。白箱衝動でビャーってね。みんな限界の中でやってましたね。おかゆさんがライム派です。え、トミコ派だったのに。トミコさんはあれじゃないですか、ピーターさんに譲るってことだった。ありがとうございます。どういうことやねん。白鳥ライブショーすごいっすね。いやすごいです、すごいです。カフェオレとコーヒー、ブラックどっちがいいですか？カフェオレとブラック、ブラック、カフェオレ、ブラック、ブラック、カフェオレ、うん、これはもしかして、まさか、まさか来るパターンですかね。チャンナをママの覚えた。あ、マジですか。マジですか。松浦さん来るのかな。いや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 、さすがに商売ですね。ここに来たことはないですか。松浦さんないんですよ。全然来ていいけど。え、でもまだ松浦さん僕の動画とか見ててくれてるから、全然です。あと松浦さんがドリップパックをドリップする動画を撮ってほしいっていう話。ああ、いいですね。やる。あ、でもあれあげちゃったんですよね、この前まめこさんが来たから。あ、まめこさんが来たから。そう、あ、まめこさんが撮ってない。そう、まめさんが撮ったやつあげてくれた。じゃあいいか。あれ松浦さんと恥ずかしくて見れないって言って。ヤスさん頑張ったよね、トークで。ヤスさん功労賞。そうそうそう、ヤスさんね、毎日朝が早いのに深夜まで編集してくれて、通勤がすごいですよね。しかも、すべて内緒にしていた。うん、今もまだ内緒にしてる。まあ、そんなやつな。やっさん、カメラ持ってないのに参加したのがすごいですよ。うん、借りてきた。借りてきた。まあ、情熱だ、ね、熱意。だよな、だってカメラ借りて使ったことのないダヴィンチでいきなりやり始めたんですよ。相当大変ですよ、ね、そっち Vlog やってても大変でしたもん、この日。みんな着実にレベルアップしてます。お、ノブさんだ。セブ島、セブ島から、こんにちは。セブ島からすごい、海外から。セブ島のはずですよ。あ、今セブ島、まだコスポケを買ったノブさんじゃないですか。コスポケにやけに反応します。俺も買おうかな。え、買う？いや、買わないですか。また心の声が出ましたよ。心の声が。いやいや、そう。欲しそうだな。iPad 欲しそう。聞こえちゃった。ケイゾーさんもライム派。ライム派多いな。あ、ユタさんもライム派。人口が意外に少ない。あ、昨日まで名前と顔が一致してなかった。僕もそうです。確かにそうです、ね、
ミュージックビデオ編集してる人は絶対分かってると思うけど、そうやっぱ人から見ても出た。おー、いい掛け声ですね。これいい掛け声です。これいい掛け声、やっぱ一致に乾杯のアイスですよ。グッジョブですね。慣れてますね。慣れてます。起点がパッと。でも、一ノ瀬さんも疲れてたから、え、俺に振んのみたいな。俺かいな、みたいな。とか言いつつ、イッチやもん。あれも、準備簡単なんですよ。一ノ瀬さん、お願いします。さすが。さすが一ノ瀬さん。そうそうそう。大魔。大魔。どこでも言うのか。最初みんなトメコ派だったけど、編集してるうちにライン派になってきたから、じゃあ僕サイモン派っす。そういうことか。愛が伝わったおかげさ。すごいっすね。渚さん。硬いね、ドリドリ。山川さんも渚さん。そう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 。確かに。いいですね。ドリキンさんは生で、あの頭の回転の速さで、ああそう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 、変わんないですね。あ、そうか、松尾さんが全員やって話したね。松尾さんだけ。ドリキンさんは初めそうですね。ドリキンさんは猫耳してこう、白鳥さんにボールペンで刺されてる。指差しなんですよ。途中からボールペンで持っとった。途中で、あの渚さんが横に座ってたから、白鳥さんにちょっとそんなことしちゃダメって、なんかこうね、ちょいちょい、あ、やられてました。白鳥さん、こんばんは。指示されてます。こんばんは。ダメダメ。ゾウさんが来た。こんばんは。お、ゾウさんだ。こんばんは。末っ子感いいですね。末っ子感、え、あ、白鳥さん、白鳥さん、あ、やんちゃな感じ。やんちゃな感じなんですよね。うん、すごいな、自分たち。結構通ってます。うわー、プレミア向きの動画です。うん、ですね。うん、今日編集してたんですよね、朝。ですよね、昨日の夜。まあ、ホテルのチェックアウトまで編集したとか。すげえな。すごいですね。レールさん。まあ、この時の話面白かったもんか。どんな人ですか。レグさん来たじゃん。タオルいいっすよね。タオルいい。タオル枕カバー。普段使い。普段枕カバーにしました。ああ、うん。枕カバーいいっすね。あ、こっちにも来た、レグさん。枕カバー。枕カバー快適。素晴らしい。タケドンさんタオル。どんさんも倒れましたね。みんなこうどっちにもコメントしてくれて、なんかすごいな。すごいですね。両方見てもらう。申し訳ない。ありがとう。さすが。仕事できる感じですね。マルチタスクですね。スタジオさんもなんか、あの映像編集やってるって言ってましたね。そうですね。だってブラックマジック持ってますからね。そう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 。ああ、確かに。マイクもあのドリキンさんが持ってる深いやつですね。木箱に入ってる。なんていうのか。ああ。いや、ディーティーじゃないっすよ。もう一個、チャットのマイクな。ロシアの。そう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 。はい。あ、名前忘れちゃった。あれですね。ちょっと短めの。さすがマイク。マイクトーク。あの木箱入ってたんだよ。そうそうそう、あれ？バタさんがアンドロイドっぽい。アンドロイドっぽい。あ、胸から電源。あ、胸から電源。そっち。そう、そう、そういうか、あの常にモバイルバッテリーの胸の上にこういう。そう、タケドンさんとデイブさん、タオル一派。タオル一派ってな。タオル一派。タオルしかしない。何でも一派っていう。
あ、来てる来てる。あ、来た。あ、そう、武田さん来てくれたんですね。そうそう。俺気が利くね。うん、さすがです。さすがです。プレゼントもらったら開ける感じ。頭に巻いてそうですもん。だけどそれが頭に巻いてるから、ね、そのうちこうサービスで俺らを驚かすために巻いてくれそう。ああそう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 。スイッチャーすごいです、ね。マルコさんが唯一ファイナルカットプロなんですよ。ああ言ってましたね。ピーターさんと2人だけだったんですね。この会場に。そう少ない。このルパンのあれは何なんですか？ LP みたいな感じです。なんかちょっと中見せてもらいます。LP とレコード？そうそうそう。どういう意味があるんですか？そんな大きくないです。大きくなかった。シングルレコードみたいな。よくわかんない。私は Wi-Fi5 のメンバーがパッケージを触ってくれた可能性にかけて開封できませんでした。レールさんが。あ、そういうこと。中は触ってないじゃないですか。じゃあ表面、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 フィルムを。だからフィルムを感じたいんでしょうね。フィルムも。そう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 。フィルムを感じたい。手だけ出てる。さ、これ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 。そうそうそう。出ていた。出ていた。何ですか。絶対怪しい、怪しい人これ。30分待ってますよ。やば。写真撮ったんだ。面白いな。集合写真。忘れてた。あ、そうなんだ。今度集合写真撮ってみる。はい。やっと不審者見るめっちゃ不審者ですね、今。バンバン撮って。めっちゃ撮ってた。シャッターめっちゃ撮ってた。バンバン切ってる。おばさん、すげえなー。またボイド銀座ボイドだこれはいいボイドですねって不審者の写真を書いてねアップした YouTube のミックスリストなんてあるんだえ Wi-Fi5 の作ったミュージックビデオが勝手にできましたけど自分のやつも出てきましたねルールを守る不審者リーダーシップショーリーダーシップショーあ、トワさん来た。ムムムムムムトワさん、Wi-Fi の味はどうですか？そうか、実家だから。実家帰ってるから。あ、そうだ、実家だ、実家だ。そうか、そうか。独特の Wi-Fi を浴びてる。浴びてるって。すごい速度だ。感じてる。Wi-Fi を感じてる。データを感じてる。仕上げにはないよ。どんどん来るみたいな。すごいビットレートを感じる。目が動いている。ビットレートを感じるがいい。ギガを感じる。え、こんなもんなんです？昨日嬉しい今日。インスタライブで対抗します。そう。なんか自分も結構なんやかんや酔っ払ってた気がする。どうでもしょうねっていうか。何時まで？食べずに。1時間かな。11時ぐらいまで。あ、いい感じですね。ホテル来た。モーターゲート。いいホテルです。わかんない。ああ、ここで食ってあれかマヨネーズがねちょっと。あ、そうだそうだ。冷やし中華にマヨネーズが入ってない。そう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 。東京の入ってないのか。それに驚いた。食文化の違いが。マヨネーズ入れるのは名古屋ですよ。あれ。よく撮ってますね。
さん、これここまでこれ多分撮った素材全部使ってそうな、ね、つなぎで撮ってるだろうから。つかさん今インスタライブしてんのかな。あ、そうか、わかんない。インスタライブで対抗しますって。してはいないです。はい、お疲れ様でした。ナイス動画でした。ナイス動画。裏側見れてよかった。裏側を見つつ、裏話も聞きつつ、贅沢な、ね。18時から始まったんですね、ライブ。そう。あ、じゃあもう25分やった。さすがに。さすがに。プレミアやるなら長い方がいいんですよ。水口さんのやつとかめっちゃ面白かったから。いや、あれ面白かった。面白かったな。あれは面白かった。聞き応えありすぎでしたよ、本当。え、今インスタライブやってんすか。今じゃないですか。さすがに実家からやってたりして白いね、見られながら何してんの。またあれです、裏そう勝手に配信してる。それにやってないです。大丈夫です、ね、ちょっとターンテーブルちょっとターンテーブル、あとはあれですね、あの長い色の力 RGB 光源を買って、あれですミラーボールかよ、はい、ミラーボール、あ、上にミラーボールとあとプログラムでこうあの動くあのいやいやいやサーチライトで、サーチライトすごいね。ミラーボールか Wi-Fi5 の PV みたいに、まあ、まあ、短くて、なんかキラキラできたらいいですよね。キラキラね。アウトドアテーブルみたいなやつにこう黒い幕つけてこう DJ ブースみたいなの作って、その上でこうやって。帰りたくない。あれ、ピーターさん帰りたくない。面倒くさくなってきた。居心地良すぎ問題。いや、実際どうでしょう。こっちいいです。9割、9割すごいな。9割、千歳さん使った。すごいですね。9割使った。インチはもともとなんか素材大体使う感じで、大体使ってるってなんか言ってました、ね、まあ、でも確かに毎日編集して毎日上げるんだったらそれぐらいにしないと、なるべくあれですよね、カットペーストとかはしないで、そうだって無理ですもんね。だ撮れ高のあるシーンしか撮ってないってことですよ、うん、はい、いい感じに透明渋滞しますね。マジですか。えらい、これ足柄嬉しそう。むしろ今もう寝たくてしょうがないよね。あと車の中で寝るでしょ、どうさ。やべえやべえ。やべえやべえ。だって、寝たらすぐ起こします。やべえ、絶対やべえ。一番最初にライブ始めたばっかりの時、一瞬寝てたっすからね。ライブ中に寝てる。さすが。ステルス睡眠しないでくださいよ。確かに今は混んでるでしょうね、6時半で雨も降ってきたし、ね、ワタさんこう何時に帰らなきゃいけないみたいな、一応、まあ、ありますか。でもまあ帰れればまあ大丈夫かなと思うんで、今日の夕飯作んなきゃいけないみたいな。それはやばいすごいですね。わたこからご飯がないご飯まだご飯まだエマージェンシーコールは来そういつ帰ってくるんだ。ご飯ないよ。ちょっとメールしとこう。それなりますけど。最悪今日中には帰れない。日付変わってくればね。混みますかね。混んでなきゃすぐですけどね。混んでる時間に帰ったら疲れるだけかもしれない。まあね、確かにね。そう、日帰りなんですよ、今日。そう、日帰りです、今日。お三方は日帰りなんですよ。そう。お、集合写真撮ってくれる？ライカで。嬉しい。入ってる？入ってますよ。撮、はい、れてる。あ、色温度のばらつきが。え？こういろんな色そうか。あ、いろんな光源があるから。たまっとむじゃん。たまっとむじゃん。いや、いいっすね。いや、いいっすね。ライカユーザーから不評なスタジオ。色温度を統一してください。じゃなきゃ撮りません。あ、いいっすね。あ、いいっすね。僕のライカですよ。あ、いいっすね。ライカごめんな。あ、いいっすね。いいっすね。おもろ。面白い。おもろ。いや。
行きたいって言って、そうそうそう、ピーターさん来たいけど、うん、なかなか来たい、なかなか来たい、なかなかそうなんですよね。いつでも行けるんですけど、え決め手が、ほら、静岡ぐらい来れるじゃないですか、別に普通の感じで、まあ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 、なんか別に決め手があるわけじゃないし、今回 T シャツ渡すのと、あ、そうそう、それカッコつけてゴールデンウィークもあって意外と渋滞長いですけど大丈夫ですよ。予定だと2時間51分で東京駅までは。あ、本当ですか。あ、全然余裕ですよ。行けるわけ。3時間44分増しぐらいですね。じゃあもうちょっと。行きってどんぐらいでした。行きでも3時間。もうよく覚えてないですよ。6時に出て。10時半に着いてでしょ。で、7時に、え、6時に出発してるから。6時半ぐらいですかね、でも9時半ぐらいにやりました。じゃあ4時間5時間して飯食ってる。でも4時間ぐらい。セロリンネ様来た、ライブ終わった。新着動画、新着動画コメントに来たの。コメント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 。これでしょ、金が動画撮ってて、こうやってやってみましょう。で、中、ジッパー開けると、中に白い、色んな銀と、金と銀と白い、うん、すごい。金もあるんですか。金って使うんです。使う、いやでも、あるはず。めっちゃ明るい。わっ、わ明るい。顔が白飛びするぐらい。金もあるんですか。金あったはず。急に、わ全然違いますね。めっちゃ欲しいんですよ、iPhone に。これそんな高くなかった。全然高くないですよ、2話のやつなんで。ボイをするんですか、これ。いや、あの、なんだっけ、光を当てるだけ。プロフォトのやつが、なんかめっちゃいい。横でこうやって待機して。いや、でもやっぱ写真撮るならこういうのあった方が絶対クオリティアップするから、そう、ね、持ってた方がいいんですけど、こんなの日常で持つのは。すごい。すごい。ライティング機材まではさすがになんか、ちょっとあれだから。これあるといいですよね。キラキラですよ。これは、そう、結構その。それライト？それライトで。何でも出る。結構なんか、こう、え、僕がおすすめされたレフ版はピーターさんゴールドっぽいのなんですよ。やばいやばい、これすごい爽やかにくくいせん。すごい、あれ、うわすごい。那須さんはこの中を中のやつ使えって、これ、この白いデフューザーみたいな。あ、すごい、これすげえ、うまっ。はい、来た来た来た。何でもありますね。あ、落ちる。その色でいいの。すげえとこにこうやる。何でも出てくる。ピンク。すげえ。ピンク。色温度変わるの、それ。色温度変わるよ。すげえ。うわぁ。99と思う。それ明るさですか。さあ、明るさのレベル。つまみで調節できるんで。うわぁ、デジタルベーサーの。すげえ、これ。すごくないですか。それとそこの色温度近いですね。眩しい、今の、うんうん、近い。あ、てか合わせられるのかも。まさか、まさか眩しいって。白もオレンジも。5500ケルビンと3200ケルビンの。これでライカさんも納得の色温度。そうそうそう。え、それすげえゴールドだ。ゴールド、そうそう。だから いっぱいパターン入ってるんですよ。あ、裏返し使えば。いや、そこまでゴールドだとあれかもしれないですけど、結構ゴールド目のレス版は夕焼けっぽくなって。すげえ自然でいい。そういう使い方をする。青木さんとこの前行ったもんね、そのそあれ夜遅くまで。夜遅く。金キラキンですよ。HR とかなんか C ファインとか、バッと A。全然わかんないですけど、それ、うん、ライトのセット。すげえな。無双。ライトオン。ピカーン。楽しい。楽しいこれ。楽しいです。いいな、藤枝スタジオ。全然使いこなしてないけど。これ買ったやつです。これ買ったやつです。こんなもんね。これのこういうちっちゃいライトを、俺はあのデスクライトにして。ライティング。これあの棚のところにこうしてキーボードを照らすようにね。これのあのすごいちっちゃいやつ、カメラの上に載せるサイズの。すごい使い方してます。あれが綿棒さんがやってるのを見て、あ、連鉄広場の綿棒さんがブログで上げて、で口広げてもらって、あ、いいな、もう真似しようやつ、よいしょ、ドドドドドって結構ね、これ島のがそう、七面で、あ、でもで、そっちにファスナーが、はい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 、
これは上マンキングこうこれは入れたけどこうじゃないですか。そこでファスナー閉まってもらえればいい。はい、あーいい感じです、いい感じです、ありがとうございます。で最後これあれですね、あの運動会の運動会サンシェードみたいな感じでうまいことやんないといけない。うまい。ひねりを入れて。しかも一発。うわ、一発だ。よかった。すごい。カバさんが絶対飲んでる。はい、ね、あの運動会で使いつって、はい、小さくできねえって。で、こうなる。いいなぁ。これは超安いから。出発前寝といた方がいいんじゃないですか。ここで寝とこうかな。でも今寝たらやばそうですね。起きないですよ。あのベッドありますから。えあなたさんが起こしてます。あ、ベッド出します。ベッドありますよ。出します。仮眠ライブになります。ちょっと すごいな、そのマンプロット。でかいな。このマンプロット超いいですよね。ですよね。本体がめっちゃでかい。うん、これができるのにさっきがマキタのラジオ。お、すごい。これでも何できんだ。俯瞰視点で、だこうテーブルで商品紹介するときに、はい、こう料理番組にいたい。そうそう、料理。いいですねこれ。これマンフロットの三脚いくらいくらぐらいなんですか。これチャンナーの弟が買って、あの多分新品でも二万くれた。二万五千だか八千だかこのぐらいの。ピーターさんの買ったやつの。1個前とかあれさ、モデル的にはちょっと動画で見せてあげてみんなに、ね、こうなるよ。これもいらない。この水平俯瞰視点ができる。シンスさんが眠気運転危ないですよ。起きます、頑張って起きます。竹野さんにボイチャはちょっと付き合ってもらわないと。あー、そうそう、怒られちゃう。それでコンセント刺す？刺せる。ちょっとどうかな。微妙に映る。そう、三脚ごついっすよね、これ。うわ、眩しい。まだまだまだ40、50、60、70、こいつまだあるぞ。99、これがもう見えない状態ですね。すごい。おお、すげえ。太陽系。太陽系来た。チャンナの太陽。チャンナの太陽。うまい。そうそういうこと言っちゃうとチャンナが乗り気になっちゃう。そうそう、ちょっと待ってみたいな。太陽系が。そういうこと。連続でやらなくても。タケトさん、この大好きだから。すげえ。すげえってくれた。いや、いい三脚だ。これ三脚もだって何個？三つ？あれはマイクスタンド。あれはマイクスタンド。マイクスタンド。フェイクです。この三脚はあの Kindle Fire HD10 とかお話もらったやつです。え？どういうことですか？弟が買って、うん、でいらないからっつってあげるって言われて。じゃあお返しにっつって、うん、HD10 あげて、全然こっちの方がこっちの方がいいっすよ、絶対こっちの方がいい。やったぜっつって、めっちゃいい三脚もらった。じゃあ俺も Kindle Fire HD 買ってこよう。そんなにじゃあ何だにそう8リットルも入ってます。なんか楽しい、ね、何時に出発しましょうか、ピタさん。何時？そうそう、朝から出ますかね。朝からどんどん。そうそう、7時になっちゃう。ずるずるしてたら、帰る時間が。帰りたくない。子供か。出たの。心の声。出た。心の声が出た。心の声が出た。帰りたくないよ。あれもうちょっと待ってください。コーヒーが届くんで。ああ、じゃあ、そうそれを待って。ちょっとお土産持ってこなかった。なんか枕コーヒーに行くから、コーヒー飲むって連絡来て、うん、今買ってきて、喋ってると思います。枕コーヒーで、チャンナーの親子は枕コーヒー1日 2,3 回は行くんで。は？入り立ってる。あ、そうなんですか。もうあの松浦さんとチャンナーの家の
親父さんとお子さんは通貨の中です。通貨の中です。すごいな。定年して仕事もしないんで、うん、朝の散歩で行って、うん、コーヒー飲んで、ね、なんか夕方とかまた行ってそうそうそうで、あそこでこういろんな人との出会いがあるので、うん、井戸端会みたいな、まあ、いいかもしれないですね、確かに井戸端会って、いい感じの父親がこうおっかいっていう YouTube やってるやついんだけど、この動画撮らせてあげて紹介動画撮ってもらうかなって。そうそうそう、どんどんこう名刺置いてくれよ。新たな。いいじゃん。シレット。全く関係ない。シレット。シレット名刺置いておく。名刺。タケノさんが邪魔で寝てんのって。画面の外で寝てる。寝て手がある。手がある。楽しかったっすね。いやー本当に堪能しましたよかなり。うん、あ机の上もどえらいことだった。これもいらないかな。こちらにマザーボードなんです。は？ちっちゃ。ちっちゃいですね。マイクロのやつ。マイクロ ATX。そう。こんなちっちゃかったでしたっけ、マイクロ ATX。どうちっちゃいです。ちなみにちゃんなおが余ってたから。去年作った。一昨年。去年。邪魔な腹腰。作ってなんかマイクロ ATX じゃダメだった。すぐに ATX こうすごいミニマムなパソコンを作ったんですよ、まあそこにあるんですけど、はい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 、旧型の僕が Vlog で出てる、初めの方に出てたんですよ、見たかも、ね、結局スペックがやっぱ小さすぎてダメだっつって、ライカどれすごいライカこれが旧やライカが見てるっつって旧や、マドリキンさん来たいいないいなぁミニ PC が欲しいライカがいいなと思って。しかも RGB で光るんですね。そうだ。マザーボード自体が光るってこと？そうそうそう。すごいですね。もう今時そんな感じらしいです。光る PC ですよね。光る PC、光る PC ですよ。光る PC。無駄に光らせたくなるっすね。なりますよね。そう、最近弟がなんか光る PC を作る。ROG で全部揃えて、ROG ってどこのブランドだっけ？ギガバイト。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 なんかライオンだかトラみたいなマークが。うん。マシンマシか。斬新なカット一体か。帰り起きた時に絶対寝るな。え？もう寝てるようなもんです。窓開けましょうよ、キーさん。一回暖房切れば。窓開けて、すごい涼しい状態で帰れば眠気も。寝てそうです。スーッて寒い。そういうこと。そう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 、寒い寒いとか言いながら寝てそうです。あれですよ、アニメの制作進行の人たちが寝ないコツの一つに手を冷やすっていうのが。あ、末端から冷やす。そう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 、足もそうですね、足とか温めると眠くなっちゃう。そうだ、冷やし、よし、じゃあ冷房入れよう。ダメダメ、あ、冷房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 、今日冷房今日、寝るな。窓から手出して、お、すげえ光ってる、これ透明です。なんかサイドガラスの、そうそう、光る PC って、そう、その部品自体も光るんですよ。あ、いいな、その光が光ってないかも。